本家版崩壊サードです。はい、ですね、ご覧の通り復活しています。で、以前の動画ですね、こちらのコメント欄でアドバイスしていただけた方、ありがとうございます。非常に助かりましたね。はい、ありがたいです。で、新規アカーの方もですね、なるだけ並行してやりたいと思います。で、カムバック、まあ、キャンペーンというかイベントがありましたね。で、なんだっけな、今用のかけらもちょっともらえたのかな、最初ログインした時ですね。あと、こんな感じでミッション任務があります。で、回しますが、2枚残ってますので、まあ、ちゃちゃっと引きたいので8枚買いますかね。買ったかな。ありますね。じゃあやっていきますね。まあ、以前の動画と一緒ですね。フィフスとプランク狙いです。で、一応星4武器が 4.958% で、成功が 7.437% ですね。ではいきます。いけないって。いや、この発火は来ましたね。はい、もう一個ぐらい来ないかな。はい、フィフスが出ました。で、もう一回いきます。で、2.0 が、まだ、あ、いや、濃姫か、濃姫、今、中 C 持ってるんですよね。C、B が揃いましたね。で、2.0 がいつ来るかわかんないですが、まあ、負荷だけですよね。で、次 2.1 が来るのもいつかわかんないですけれども、2月旧正月なので、その辺に 2.1 来るのかなという気もします。で、ちょっと間、多分開くと思うんですよね。キャラ追加もだいぶ先だと思うので、はい、もう10連回します。はい。これでラストになるかな、多分。はい。お、制約出ました。持ってないよな。はい。おお。来ましたね。波が来ましたね。で、まあ、キャラが追加、まあ、当分来ないだろうということで引いてます。成功と武器全然持ってないんですよね。はい、めでたく2つ出ました。プランクは出なかったですね。成功の方が確率高いんですが、出ませんでした。今こんな感じですね。フィフスが2つですよね。
で、制約も出た。セイコン。セイコン濃姫の B ですかね。これで濃姫が B、CB か。CB 揃っています。1ヶ月ぶりでもかなり忘れてますが、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい、で以上、本家版崩壊サード復活とガチャでした。